はい、始めます。えっ、ー、と、軽い自己紹介から、えー。僕は現在楽天グループで、マ、まあ、ラクマというアプリを作っています。まあ、この亀のアイコンでよく SNS やってるので、よかったら繋がってください。はい、えー、今日の流れはこんな感じですね。えっ、ー、と、まあ、なんでこれちょっと見てちょっと違うかなって思った方は全然あの、ご提出いただいてい大丈夫なので。<laughs> はい、じゃあ行きます、まあ。序章、えー、SwiftUI に対応しよう。皆さん、最初にこれを聞きます。 まあ、プロダクトのリファクタリングをしっかりやっていますか、まあ、私たちが開発している悪魔はですね、まあ、10周年を迎えるアプリで日々リファクタリングに追われていますと。でまあ、これ先日、会社内の PR で、オブジェクティブ C、消去の最後の PR のスラックでワイワイやってたんですけど、まあ、悲願の水質対応がやっとできたと。でまあ、僕がちょうど入社して2年ぐらいなんですけど、まあ、直近この2年で3分の1を水質改良対応して、やっと100%になったと。 でさっきも言った通り10年目のアプリなんですけど、まあ、ようやくできたと。で、このムーブメント、次は乗り遅れたくないよねっていうのがやっぱあって、まあ、やっぱ高まる SWIFTUI の機運。じゃあ現状、どんぐらいできてるんですかって話を一応お見せすると、まあ、これ、必ずの画面比ではないんですけど、まあ、大体画面の4分の1から1 5分の1はもう SWIFTUI にできてるかなという感じです。では、まあ、ここが実際気になるところだと思います。あのどのように SWIFTUI を UI キットに入れていくのが良いのかと。 まあ今回はこのラクマが移行していく過程での話をしていく感じですね。なので、アーキテクチャがどうみたいな話はちょっと少ないかもしれないです。ということで、えー、SWIFTUI の導入ラインと。すみません、ちょっと僕が <laughs> 早くてアニメーションが追いついてないですね <laughs>、えー。これ、結構悩みどころだと思います。どこをどう導入しようかとか、結構あると思うんですけど、まあ、僕ら的には先にこれ結論申し上げるとですね、まあ、SWIFTUI で、まあ、無理なく実装な可能な 画面っていうのがベストなんじゃないかなと思っています。まあ、もう少しこれを言語化しましょう。まあ、1画面単位で導入するとか、まあ、継続して動的にコンテンツが増えないとか、まあ、カスタムビューを作成する必要がないみたいなのを僕たちとしては定義しています。では、なぜなのか。理由1。まあ、去年の ISDC o でもあの特定の画面を SwiftUI ではなく、コンポジショナルレイアウトを選んだ理由みたいなのでも発表してるんですけど、 スイフト UI ではですね、複雑な画面に対するアプローチがま,あまだ弱い側面がありますま。また、ナビゲーション周りのバグも多いと。で、ゼロから作り直すのかみたいな話もあるんですけど、ほ他にもあの対応が困難な理由があると。で、これは結構私たちのケースなんですけど、iPad 対応がやっぱ必須なアプリなので、この辺のリブビュースの対応とかをですね、やるってなると、なかなかなコードを書かなきゃいけなくて、ちょっとどうなんだろうとか。 また、この辺結構やられてる方もお馴染みなんですけど、まあ、リストとかのセパレーターとかいろいろデザインが13、14、15で変わってしまうとかいうのがあって、つ、ま、ら、あ、いと。まあ、WWDC の2022年では新しい API が出て、まあ、ナビゲーションスタックとか、えー、グリッドとか出たので、まあ、少しずつは、ね、改善はされてるとは思うんですけど、本格的にこれって運用できるのは IS16 o なんで、まあ、2年後ですよねと。 まあ我々としてはまだまだこの複雑な画面を SwiftUI で作るということはしないという選択肢を持っています、えー、まあ理由として他にはですね、まあ、これちょっと若干重複するんですけど SwiftUI ではまあ UI が不十分ですと、えー、だったらまあ拡張して作ればいいんじゃないかという話もあるんですけど、まあ、こんな意見もありました、まあ、この記事ではですね、まあ、Apple が推奨していない独自の UI を作ることの危険性を解いているので、まあ、またちょっと趣旨がちょっと違ってくるんですけど まあ我々としてもこうゴリゴリにカスタマイズした結果、後々負債になりうるものとか、メンテコストがかかるものはまあ作らない方が良いと思ってます。まあ、もちろんいつまでもねレガシーなものは問題だと思うんですけど、無理に SwiftUI 対応するよりもそもそも他に直すべき行動ってたぶんたくさんあると思うんですよね。まあ、ということで、例えばカスタマイズ例として、これはですね去年かな、追加されたリフレッシュ h a b っていう API なんですけど、どんなアプリも大体 API 叩いてリスト表示するみたいなことは、たぶん大体どんなアプリも入ってると思うんですけど、 やっとこれが去年出たと。でもこれってあのリストビューでしか使えないので、じゃあちょっとスクロールビューで拡張しましょうみたいなことをすると、ちょっと香ばしいコードになるんですよね、こういう感じで。でもこれ iOS14 では使えないので、まあ、さらに拡張しましょうと。えー、ラッパーのラッパーのラッパーで、まあ、このだいぶ香ばしいコードになったと。まあ、我々としてはですね、こんなコードをメンテナンスしたいわけはないんですよ。まあ、一応、リフレッシャブルはですね、 まあ次のアップデートで、えー、とちゃんと対応されましたっていうのが出たので、あれを書かなくて済むんですが、まあ、何が言いたいかというと、ですね、まあ、UI キットにあるけど、SwiftUI にないものは我々としては積極に使わないという方針を取っています。まあ、今後ネイティブの API でこうやって提供される可能性が高いからです。まあ、とはいえ、薄いアッパーぐらいであればまあいいかなと思っています。まあ、逆に言えば、えー、ないものは作るしかないです。 まあ例えばこうデザインの意思は省いていてカルセルとかまあカメラとか動画とか広告とかそうですねあの UI キットの時もそうですけどネイティブコードは提供されていてビュー側のコードは提供されてないのでこういったコードは多分スイ w ト u i でも提供されないので自分たちで作るしかないですえということで次2章 SWISTUI からえーあっち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  UI キットからスイ i ト u i への移行 じゃあ、どこまで移行しましょうかっていうのを考えるんですが、移行の難易度みたいなだい大体こんな感じになるかなと思ってますま。まず、ビューの小さいパーツから、続いて、ビュー全体、次にビュー足すロジック、最後に、このビューとさらに画面繊維までやるみたいな。我々としては、やっぱ UI キットの資産を活かしつつ移行したいって考えているので、 まあ、ラクマとしてはですね、この、えー、ラインを取りました。まあ、ビュートプラス,プラスロジックまでは s w とい u i に寄せようと、まあ。ロジックまで寄せることになるので、っ、ま、て、あ、なるとちょっとアーキテクチャの問題が出てきますと。じゃあアーキテクチャ考えないといけないよねって話で、まあ、我々、えー、ラクマ現在採用しているアーキテクチャは、ちょっと見づらいかな。えっ、ー、と MVP プラスクリーンアーキテクチャという形を取っています。えーまあ、それぞれに抽象化したプロトコルを持っていて、 まあ一つ前のレイヤーがそれを持つことでインジェクションしてテストできるみたいな作りになっていると。まあ、ただこれはですね、SwiftUI に適しているわけではないと。まあ、具体的にどの部分かっていうと、まあ、主にビューコントローラーとプレゼンター部分の部分ですね。まあ、単一方向に処理を行っている部分と。まあ、ちょっとプレゼンターの話、軽くすると、まあ、コントローラーとプレゼンターがそれぞれ抽象的なプロトコルを持っていて、まあ、それぞれが相互にそれを持っていると。 でそれぞれが、えーまあ、そのプロトコルからアクセスして単一方向に処理を行えるっていうのが、まあ、この MVP のメリットですが、まあ、SWIFTUI はあの単一方向だけではないっていうのは皆さんご存知ですよね。あごめんなさい。単一方向だけで今までは問題なかったんですが、SWIFTUI はまあ双方向のデータフローが必要だと。まあ、一応軽い例だけ出しておくと、えーまあ、これテキストフィールドの例ですね。 えー、例えばテキストフィールドで我々がキーボードに入力するとこのバインディングテキストに値が入るしバインディングテキストを裏,からから裏側から更新すると表感も更新されると、まあ、要はですねビューによってはこの双方向の実装このイニシャライザーの段階でバインディングのプロパティを求められますとじゃあ数式と UI は、えー、違うアーキテクチャを考えましょうと、まあ、アーキテクチャって言ってもですねたくさんあるんですよねこうダダダと ということで、ここで今一度考えてほしいんですね。皆さん、最初に尋ねましたが、プロダクトのリファクタリングをしっかりやってますか、まあ、もっと踏み込むとですね、リアーキテクチャしたものを全ての画面にちゃんと実装していますかと、まあ、よくリアーキテクチャしましたみたいな発表を聞くんですけど、大体リアーキテクチャを全ての画面に実装しましたみたいな話は聞かないですし、まあ、大体入れて満足している、メンテされてない、導入した人がいない。 リアーキテクチャした人がいなくなって、ごちゃごちゃしてリアーキテクチャーでさらにごちゃごちゃするみたいなことはまあ,あると思います。で、まあね、これ何が言いたいかっていうと、そういう人 UI ライクなことも大事なんですけど、まあ、チームや開発状況を見て一番適したものを我々としては入れるべきだと思っています。まあ、話を戻すとですね、我々のチーム開発状況としてはこれが最低限守れればいいと。 まあ、UI キットの資産を一回ずつ対応できる。かつ、まあ、双方向のデータフローを許容できる。まあ、これだけを正直に満たせれば、変なものを入れなくていいと思っています。まあ、では、どう移行しましょうという話なんですが、まあ、ドメインやデータレイヤー層はですね、UI キットの資産をそのまま活かせると。で、そのビューとそのつなぎの部分だけを数 w i f t u i ライクなものにするのが現状にフィットしてるんではないかと、まあ、考えましたと。 まあ、ということで、我々はですね、結構シンプルに MVVM を採用しました。まあ、MVVM プラスクリーンアーキテクチャですけど。まあ、ということで、図も先ほどとそんなに変わらないですね。コントローラーがビューになって、まあ、プレゼンターがビューモデルになるという非常にシンプルなものです。まあ、MVVM を、ね、他に採用した理由として、まあ、経験者が結構多かったといことですね。RX の経験者が多かったので、学習コーストがチームとして低かったとか。 まあそもそも最初に話した通り、複雑な画面をですね我々としては作らないっていう方針を取っているので、そもそも複雑な画面じゃないということは、複雑な状態管理をする必要がないと。つまり、TCA のようなえーアーキテクチャはすごく素晴らしいんですけど、我々としては結構トゥーマッチだったと。また、これも後々ちょっと説明するんですけど、ルーターと SwiftUI のような相性が悪くて、我々としては Viper のようなのもちょっと相性が悪かったというのがあります。アプリのアーキテクチャの全体像はこうなっています。 ちょっと荒くて申し訳ないんですけど、まあ、UI キットと SwiftUI がそれぞれレイヤー層でありつつ、裏側のドメイン層は共有されていると。まあ、こうやってアーキテクチャの共存ができてすごくありがたいですねと。まあ、こうやって共存ができるとですね、まあ、後々また書き換えるときに、まあ、移行コストがすごく少なくて拡張性があるというメリットもあります。まあ、もちろんちょっと SNS でこんな記事も話題になったりしたんですが、まあ、我々としてはですね、やっぱどのアーキテクチャがベストとはないと思います。 まあ、もう同じことを大事なので2回言うんですが、まあ、本当チームの開発状況を見て、一番適したものを皆さん入れていけばいいんじゃないかなと思います。えー、ではですね、まあ、ちょっと軽く SWIFTUI の MVVM つって話したので、その辺の実装だけちょっと話したいと思います。えー、ま今までの MVVM っていうのはですね、まあ、インプットアウトプットのこうプロトコルがあって、それを抽象的にするビューモデルのを持つとで。ビューモデル側ではですね、それを継承して、 でビューコントローラーから、まあ、実際に抽象的なプロビューモデルのプロトコルを持ってそれをインプットアウトプットで参照するっていうのが、まあ、結構セオリーだったと思います、まあ、ただですね、えー、SWIFTUI の場合は、まあ、オブザーバブルオブジェクトの仕様で、まあ、このプロトコルで抽象的に持つことができないと、まあ、持てるんですけどちょっと縛れなくなるといろいろ問題があるのでできないということで他の管理方法を考えましょうと でまあ、結構シンプルなんですけど、まあ、これは一例ですね。我々としては、えー、とまずそれぞれが、えー、実体としてのクラスを持って、ですねそれぞれをこのビューモデル側で持ちますと。で、ビュー側では、えー、<laughs> ビューモデルの実体を持って、それぞれがインプットアウトプットをバインディングでアクセスすると。まあ、プロトコルの抽象化でやってたことの実体に置き換えたって形ですね。まあ、この辺、あのボイラーテンプレートになりがちなので、まあ、いい感じにまとめたいと思うと思うので、まあ、実際にあのトレタさんってとこがやっているブログであるとか、 これはマーティスズキさんっていうサイバーエージェントの方が作ってる薄いラッパーとかがあるので、まあ、この辺使うとすごい綺麗な MVVM が実装できると思います。じゃあ現状どんな感じなんでしょうという形ですが、まあ、我々こんな感じですね。まあ、2年前意外に MVC が結構残ってたんですけど、だいたい4分の3ぐらいはもう MVVM と MVP、まあ、ミックスですけど、なってるかなと思います。じゃあここまで来て、もう少し軽めにスイストイー実装したいと思うんですよね、皆さん多分。 まあつまりさっきのこのラインでいうとこのここですね、まあ、ビューまでにしたいみたいな、あると思います。まあ、その例だと、もうこれ他社さんの完全事例なんですけど、クックパッドさんがすごくいいのを作ってるので見ていただければと思います。クックパッドさんはですね、バイパーアーキテクチャを基盤に使っているんですけど、まあ、その部分のビューがえ、ビューコントローラーがですね、ビューに置き換えると。まあ、SwiftUI のビューはあくまでビューで、まあ、ビューコントローラーは SwiftUI のビューをバイパスするものと。 まあクロージャーなりデリゲードなりコンバインなり何でもいいんですけどまあそこをバイパスしてあげるとまあこれであればですね今まで皆さんが作っている UI キットのアプリをそのままその資産を持ってきて移行できるのでま,あまずはここからやるっていうのもおすすめですえー UI キットと参照画面繊維画面遷移の話をちょっとしてこなかったのでしたいと思いますまあ我々としてはですねここに線を引いたのでまあ画面遷移は UI キットでやることになります まあ結論からどうするかっていうと、UI ホスティングコントローラーを親画面として持つってことですね。この親画面っていうのが大事です。まあ、よくある実装例でこういうボイラーテンプレートがあるんですが、まあ、これはあまりよろしくない例だと僕は思っています。まあ、s スイ f t u i の、あ、すいません。UI ホスティングコントローラーというのは、ビューコントローラーを親に持っているので、直接コントローラーとして継承して持ってあげれば、あのようなボイラーテンプレートを書かなくて済みます。ま,あ、また図にしてもらえれば分かりやすいんですが、 一階層増えるとですね、その分画面階層の処理をもう,まもう一個、例えばデリゲード内なんかでまたがなきゃいけないので、非常に処理がめんどくさいです。ただ一応注意点として、UI ホスティングコントローラーを親として継承する場合、ビューディーロードとロードビューが iOS15 未満だと動かないっていうバグがあるので、イニシャライザーとか SwiftUI のロードビューでちょっと拡張しなきゃいけないっていうデメリットもちょっとありますま。これができるとこのようになりますま。画面遷移部分のみを UI ホスティングコントローラーによって、 まあ中はこういう感じですね。さっきほど述べたような MVVM で処理を実施するとで。ホスティングコントローラー自体はですね、まあ、最初のイニシャライザーをするんですが、基本的にはアウトプットで画面繊維の処理のみを受け取るということをします。まあ、一応簡単な例だけ出しておくと、まあ、ちょっとコードなんでさらっと流しますが、まあ、インプットアウトプットをビューモデルでえー行い、ビューでビュー側ではただ単にまあインプットする処理が書かれてますと。 でここですねホスティングコントローラーは最初にイニシャライザーでえビューとビューモデルをイニシャライズしてイニシャライザーしたビューモデルをアウトプットで受け取ると、まあ、画面繊維の処理のみをここでアウトプットすると、まあ、ここからなんか例えばルーターで切り出すとか何してもいいと思うんですけど、まあ、こうやってビューの繊維のみをえ UI ホスティングコントローラーに書くっていうの方法がありますでさらにですねもう少し踏み込んで実装したい場合、まあ、コーディネーターパターンによる実装ができます、まあ、コーディネーターパターンっていうのはですね えっとまあ、そもそもは UI ビューコントローラーからビューの繊維の部分のみを抜き出したパターンなんですけども、まあ、この画面繊維の処理を持つ UI ホスティングコントローラーとの相性がすごくいいです、まあ、UI ホスティングコントローラーを担う部分をこのコーディネーターに見立てられるからですねでさらにですねビューコントローラーをコーディネーターとして扱う場合は、まあ、別の思想がすでにありまして、まあ、フローコントローラーという画面繊維のコントロールがあります まあフローコントローラーは何かっていうと、思想自体は2014年にあってですね、冒頭にある引用なんですけど、<coughs> まあ、ざっくり言うと、ビューコントローラーは UI とデータのリンクを行ってて、それは依存しててよくないですよねと、それを分けるのにフローコントローラーを使いましょうと。この思想をさらに実践的に考え直したものが2017年ぐらいに提唱されていて、コーディネータ部分をコントローラーで管理するものをフローコントローラーと呼びましょうと。 UI ホスティングコントローラーどう実装するのかっていう話なんですがちょっとコードの部分がすごい複雑になるので今回はこの図だけまあ実際に実装されている方がいるのでこの図を持ってきたんですけど先ほど私たちが見せた図にすごく近いと思いますまあ実装はコーディネーターパターンと一緒で画面遷移部分をそれぞれ画面のロジックを切り出していくだけになると思いますまあ問いつつ紹介した手前あれなんですが我々はここまではやっていないとまあっていうのもまあ数年 まあここ数年間ね、SwiftUI に完全に寄せるっていうのはまあ無理だと思うんですけど、若干コストになりそうだなと思っていて、まあ、検討だけは一旦しているという形ですね。えー、ということで最後にですね、まあ、我々が考える2022年現状においてですね、のスイあ UI キットの中で SwiftUI を開発していくベストプラクティス、まあ、移行するにあたってっていうのが前提ですけど、は、えー、SwiftUI で無理なく実装可能な画面を対応すると。まあ、画面のみまたは画面ロジックまでを SwiftUI で実装し、 ホスチングコントローラーを画面遷移とするっていうのが我々としては良いと思ってます。ちょっとオーバーしちゃったかな。ということで、えー、ご清聴ありがとうございました。